テラパワーは、次世代型原子炉の研究開発を行うアメリカ、合衆国ワシントン州のテクノロジー企業である。ヒットオーナーは、ビル・ゲッツは濃縮ウランを使用し、数年おきに燃料交換を必要とするが、新興ハロは、ウラン濃縮過程で生成される劣化ウランを使用し、最長100年間燃料交換なしで、運転可能とされる。 テラパワーが研究中の TWR の出力は、ケース色並みの10万から100万キロワットと見られている。2009年11月6日、ビル・ゲイツとテラパワー幹部が、東芝の横浜事業所と京浜事業所を、視察、12月1日には、東芝と秘密保持契約を締結した。東芝は2014年に、米国で1号機が、着工予定であった小型炉。 4S を開発しており、4S は燃料交換なしで30年間稼働、出力1万キロワットである。4S の技術の多くが TWR に転用可能とされる。テラパワーはアメリカのワイオミング州にナトリウム冷却高速炉のナトリウムをウォーレン・バフェット参加の電力会社パシフィコープと共同で建設すると2021年6月2日。 州知事が発表した。道路は、実証路の段階にあり、出力345メガワットの小型原子炉で、溶油ジオエネルギー貯蔵システムと組み合わされる。開発は、DOE も支援しており、2022年には、日本原子力研究開発機構と、三菱重工業も、文ンや常用の運用データを提供して参加する、ことが報道された。ありがとうございます。